皆さんこんこにちはほぼ5分でわかる人生相談 Q&A 幸せな人生の極意の第3回です。今回も皆さんの質問にお答えいたします。今回の質問は「何事にも自信がなくて不安になりますがどうしたらよいですか?」という質問です。同じ努力をしても実りやすい人と実りにくい人がいます。 その原因の一つに自己イメージの違いがあります自己評価が高い人は努力が実りやすく自己評価の低い人は実りにくい傾向があります何事も自分にはできない難しい能力がないと不安になる人がいますがそれは才能や能力があるかないかという問題の前に 自己評価の低さという課題があることに気づくことが必要ですでは反対に自己評価が高い人の特徴は何かというと自尊感情が高いといとう点です自分の個性に対して誇りと尊敬心を持って自分に対して信頼感を強く抱いています信じる心が強いので 成功するまで諦めません他者との関係も信頼関係を築きやすい傾向がありますではどのようにしたら自尊感情が低い人も高めることができるでしょうか自尊感情を高めるためには一般的に褒められる評価される成功するなどの体験が必要と考えますしかし あなたはスタイルが良いあなたは頭が良いあなたは成功者だなどの褒め言葉は誰かと比較してということが前提となっています無意識に人と比較して判断する傾向がありますが幸せは比較競争して勝ち取るものではありません自尊感情が低くなる原因は 人とと比較しすすぎることです周りの人よりも頭が良いのか運動神経が良いのかどこに就職したのか幸せな家庭を築いているかなど周りの人と比較対象して自分の価値を決定する傾向があります。すると自分の欠点ばかりが気になる人は周りの優秀な人ばかりが気になり 自尊感情はさらに低くなります欧米型の学校教育では個性を重視して個人の才能を伸ばし飛び級ができますが日本の義務教育では誰もが進級でき飛び級などはありません進級できても画一化平均化された教育では授業についていけない落ちこぼれや浮きこぼれを生む芸人 なっています日本では和を乱すことを嫌う傾向があるのでみんなと違うことを個性として受け止めるどころか劣等感になることもありますそしてみんな」というのは「社会の秩序社会の目社会の常識を軸にした捉え方なので社会の役割を果たしているイコール「 価値があると考える傾向がありますいい学校に入りいい会社に就職しいい給料をもらいいい家庭を築きいい社会人になることこそ価値があると考えがちですしかし社会の役割が価値を決定するのでしょうか自然界の美しい花々は比較したとしてもそれぞれが違った美しさが あるので美しさの順番をつけることはできません同じように人間の個性は唯一無二の尊い存在であり価値の優劣や順番をつけることはできません能力の肯定で価値が決定されるのではないからです神様から見たら全てが最高傑作として尊く見えるはずですですから人の目や 評価を恐れることなく神様の目で自分を見つめ自分を信じること等身大の自分を受け入れること自分の個性を発見し自分を好きになることが必要です自尊感情の原点は私は神様の子女であるという誇りと尊厳性です皆さんからの質問を待ちしています人生相談 Q&A でほぼ 5分でお答えいたします。またお会いしましょう。